はい、どうも、YouTube です。サムネとタイトルにある通り、この動画ではね、質問コーナーと、これからの指導欄について話そうと思うんですけど、まず質問コーナーから話します。まあ、登録者ね、まず500人、本当に、ありがとうございます。自分、約半年前、8月からね、YouTube 投稿し始めて、なんか500人行ってましたと。ありがとうございます。はい、なんか、はい、ありがとうございます。です。というわけで、まあ、質問コーナーやろうと思うんですけど、まあ、この動画に、コメント、なんか聞きたいことをね、全部書いてください。それで、答えなかった、質問答えなかった時点で、自分この YouTube チャンネルも消します。もう、はい。答えない質問が1個でもあった時点で、全部消すんで、もう本当に YouTube チャンネルマジ消すんで、何でも聞いてください、本当に。絶対に答えるんで、何があっても。全部答えるんで。で、まあ、それにおいて、自分いつもね、コメントもらったら、まあ、いいねと、まあ、グッドと、まあ、返信してるんですけど、いいねだけは押します。まあ、いいね押されたら、答えるよっていう意味なんで、返信しちゃうと、ついつい答えそうになっちゃうんで、何でも聞いてください、本当に。何でも答えるんで、はい。まあ、白ドラのこととかね、どうでもいいこととか、全部聞いてください、本当に。一人何回でもいいです、本当に、はい。で、次、白ドラに、これからの白ドラについてなんだけど、まあ、軽くパパッと話すよ。まず、白レベが35になりました。で、まあ、ユニさん最近まで30だったじゃん、つって、なんで一気に5上がったのってなるんだけど、この金の友トレカストをまず買いました。で、800個ぐらいあった友トレ満タンを600個使って、35にしました。で、こういう感じで、大型全部、もう、レベルブチブチに上げて、で、もう、中型もね、ブチブチに上げて、で、35にしました。で、今まで俺、白レベ30にこだわってたんだよ、正直。白レベ30で、もう強ピー1200、1300あったらかっこよくないって思ってたんだけど、だったら白レベ55でさ、強ピー1700、100、まあ、1600とかあった方がさ、良くないっていう風になったんで、これからね、白レベちゃんと上げます。はい。大型全部買って、大型育てて、上げようと思います。で、次、オプションなんだけど、まず、戦闘力。これですね。現在大型6900、中型が1200、12866、合計19766で、まあ、これ、いちまちま聞かれるんで、まあ、今ここで言っちゃいます。こんな感じです、戦闘力は。はい。強いのか、弱いのか、低いのか、高いのかは、ちょっとわかんない。でも、なんか中型の戦闘力は高そうだけどね。なんかパッと見。で、次、メダル枚数。こんな感じ。14381枚、入手しました。で、使った枚数が13640枚。で、これも別に多いのか少ないのか、わかりません。すいません。で、トロフィー。トロフィーに関してなんだけど、D1 を取ろう。D1 に関しては、自分マジで取りません。もう。で、唯一取るとしたらバーサーカーぐらい。バーサーカーの爆弾親父、ゼウス、ベビー。まあ、ゼウスは絶対に買おうとして、ベビー、爆弾親父買って、まあ、どっちも補欠。まあさ、それかまあ、バクジーだけ補欠にして、バーサーカーの D1 だけは狙います。あとは狙いません。ゆくゆく狙うかもしれないけど、まあ、それは置いといて。で、ボックスに関してなんだけど、これから買うキャラを2体決めました。まず、ジャイアントクラブね。こいつを1体買って、でもう1体、火力枠欲しいんですけど、まあ、そいつは次の転生シリーズ。今、龍剣士レードラっていうバーチクソ2エアの火力枠がいるんですけど、まあ、こいつの他にもう1体。まあ、アマゾネスとかアシュラでもいいかなって思ったんだけど、次の転生シリーズ。で、そいつがもしも、なんか、何、火力枠じゃなくて、なんかもう、スライムみたいに、もう超めっちゃ壁張れます、私みたいな感じのやつだったら、なんだろう、次のコラボキャラ狙おうと思います。では次、バッチについて。バッチなんだけど、マジで狙えません。実際、バーサーカーとかビートル買った時点でもう、ビートル孵化すれば、銀になるんだけど、マジでバッチは本当に狙えません。マジで狙わない。一生俺の動画では多分金バッチっていうのは映んないと思う。まあでも、まあ決めたんで、はい。っていう感じに、そのランダム性のあるバッチより、ボックスの底上げをした方が勝てるんじゃないかっていうので、っていう感じですかね、はい。っていう風に、自分のね、これからの白ドラについての方向性がね、まあ、とりあえずがっつり決まったんで、その、今まで白レベ30にちょっとこだわってて、まあ、低い白レベルさ、何、高い強火ってかっこいいじゃん。っていう風に、思ってたんですよ。まあ、でもさすがに白レベ30だと限界があるんで、白レベ30で1400とかさ、正直無理なんだよ。誰もいけないと思う。無理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 。白レベ30で1300、1400とか、正直無理なんだよ、絶対に。これはマジで無理。
行けたとしても何もう何年も何年もやり続けなきゃ無理だね。ゲームじゃなくてもうただのあの修行になっちゃうんだよ。それが白レビをね、とりあえず55までテンポよく上げて、まあ、それと同時に中型たち、補欠じゃない中型をテンポよく育てていって、まあちょっと早く1200、1300、1400、1500と上がっていけたらいいなと思ってます。一応自分これでも、いやまあランカーになれたらいいなっていうぐらいのあの気持ちはあるんで、まあ、ランカーになるのはね何年先なんだいっていう話なんだけど、まあ、白ドラ始めて2年以内にランカーいけたらまあまあ十分でしょうっていう。自分やり直し勢じゃないんですよ。一応半年前に初めて白ドラに触れて、ね、今こうやって楽しく遊べてるんで、まあ、とりあえずまあ本当に500人はね本当に嬉しいですね。ありがとうございますっていう感じで、半年前にねあの白ドラ始やって、でも最初はねなんか別にちょっと楽しいなって、実際始めたのは7月ぐらいなんだけど、まあ、最初はなんかそんなにやる気なくて、まあ、ログインしてなんか、ね、キャラ育てて終わりみたいな感じだったんで、で、まあ、8月 YouTube や投稿して出してから、まあ、ちょっと頑張ろうってなって、まあ、10月後半あたりから結構ガチガチに本当に力入れてやってきたんで、まあ、低い白レベルでもランカーになれるよとか、いうのをね、みんなにちょっと何その希望の光みたいなさ、何そのボックス全然なんかあれでも、まあ、実際に俺は厳選勢だからボックスは強いんだよ。ただやっぱりいるじゃん世の中には、持ってるキャラほぼ全部レベル35団子フル底フル、みんなにアビリティついてます。バッチなんて金バッチにジバッチ選出が当たり前です。ほぼ全キャラ D1 D0 ついてますみたいな、それでもランカーになれない人っていうのはいるんだけど、まあ、ただそうじゃなくてもランカーにはなれるんだよっていうのをね、まあ、みんなに見せれたらいいなっていうふうに思ってるんで、まあ、これからもね応援の方よろしくお願いします。というわけで以上 YouTube でした。質問たくさんください。はい、というわけでリーグの動画はまた明日会います。というわけでお疲れ様でした。さよなら YouTube でした。バイバイ。